安倍の生命が命ず相応の報いを。目を背けるな。事実だけを見るんじゃなかったのか。ありがとう、ミロマさん。安倍の生命を知っているか、私の陰陽師になるか。この後お楽しみになっていただければと思います。皆さんもその、いわゆる陰陽師の登場人物というのは実在の人物であるということはすでに知っている方も多いと思いますが、本作では、その当時の身分の違いによる恋模様というのも一つの見どころではないかと思います。身分の差で揺れ動いていく心情、まさに現代にはないような、恋愛要素も楽しめる映画になっていると思いますが、演じている側はその辺、染谷さんどうだったんですか。やっぱ身分違いの恋、いや禁じられた恋っていうやつですよね。いやエモかったですよ。すごい仕上がりも見てもな、本当に切なくもあるんですけど、何ですかね、この世界観の中で見るその、恋愛模様っていうのはこうグッとくるし、またそれにこの何ですかね、陰陽師という世界観が深く関わってくるので、唯一無二のラブストーリーだったんじゃないかなと思いますね。そして板垣さんは、今回天皇ですから、もう絶対的な地位っていうね、そして奈緒さん演じる吉子女王を、見初めてという展開になっていくんですが、今回その帝という、人を演じるにあたってどういう思いで今回演じられたんですか。いやそうですね、まずそこのやっぱ帝からのこう、吉子女王に送るあの文だったりとかっていうもの絶対的なので、もう顔も見ずにご挨拶もしないままあのような手紙を送ってしまって申し訳ないなっていう思いもありながら、僕はあのそんなような感じで演じてたんですけど、でもそれゆえのこの帝のなんか孤独というか、そういったちょっと憂いみたいだったり、そういったものも出せたらいいなと思いながら、ちょっとなんか動きだったり瞬きだったり、こうちょっとゆっくりにしながら、そういったところを意識して演じてましたね。なるほど。常にたくさんの人に取り囲まれてるわけですけれども、その中でやっぱり孤独感っていうのがやっぱり感じられるようにっていう。そうですね、なんか現場でも僕があの帝の衣装を着ちゃうともう動けなかったので、衣装がやっぱり衣装やっぱ裾も長かったですし、だからなんかこう帝と同じような孤独感は僕も現場で味わってましたね。動けなかったね。染谷さんとかキャッキャしててもそこにパッていけないみたいな、なんかこう見てるっていう。それはまあ衣装自体がやっぱすごいものであったということでもあるんでしょうけど、奈緒さんはご自身のお気持ちと当時のその階級社会の中で揺れ動いていく心情を見事に演じられてました、いらっしゃいましたけれども、改めて演じる側としていかがだったんですか。そうですね、もちろんあのそのお芝居しているときはいろいろな寂しい気持ちとか孤独感っていうのはすごくあったんですけど、やってみてすごく思ったのは、最初からこう定めが決まっているっていうことは別に悪いことではないんだっていうのをすごく私自身すごく感じることができた経験でしたね。その中で決まってる中でどういうふうに自分の視点を変えていくのかとか、あの自分でどう幸せな道を選んでいくのかっていうのは、現代だとすごく選択がたくさんあって自由なので、でも自由すぎて不自由になってしまう時もありますし、あ自分次第なんだなっていうことはすごくこの作品を通して感じました。あと私もあの衣装着たら動けなくてめっちゃ気持ちわかります。孤独でした。みんな楽しそうにしてるけど行けないな、行けないな、行きたいなって思いながら立つとね、皆さんスタッフさんバーって集まってきてくれるんですよね。こうあのさばいてこう送れるんですけど、それが申し訳なくてなかなか動けなかったですね。